はい、えー、皆さんこんにちは。フラワースクールヘクセンハウスの真宗祐子です。東京の墨田区錦糸町で29年目のフラワーアレンジメント教室をしております。本日はおお正月の、えー、お花の花、えー、こと、えー と行け方についいいいててご説明していきたいと思いますまずねお正月の花といいますとえ松を飾るのですがまあ、こちらの方にね松が入っていますがえなんで松を飾るのかっていうことなんですがえ常緑の針葉樹ですのでえ森の中であの枯れないということから葉が落とさないということから神様が宿ってるんではないかというところでえー そして、年神様に降りてきていただく目印という意味で、松をつけます。で、一、まあ、年中ね、泡をしているというところから、まあ、そのおうちの家族の、えー、健康とか、えー、一家繁栄を、えー、繁栄のシンボルとして、えー、松を立てます。そして、まあ、場所によっては、私は東京の府中というところで育りましたので、松を立てない正月飾りという、えー、郷土カルタがあるんですけれど、まあ、そういった場所によって、松を飾らないっていうところもあったりもいたします。 で今回は若松なんですが若松というのは若松という品種があるんではなくて3年目4年目の黒松のことを若松と呼んでいますで,、えー、ですので、まあ、人間と同じように3年目4年目しないと、えー、ものにならないということですね、はい、で今回は茨城県の葉先、えー、町の岡野さんというところを、えー、ご用意しておりますで、えーまああのー、茨城県のあ 海ののの辺ととといいうのは松とかあとね線量の産地だったりしていますじゃあねいつから飾っていいのかなってことなんですが12月の13日がこと始めということで、えー、そこからあの飾り始めてよくってで28日までの間に飾っていただきましてで、まあ、29日は二重に句を待つということになってしまいますので29を避けていただいて ではあの30日とかで、あとやめてほしい日は、まあ、一応31日は、えー、前日ということで一夜飾りと言って、神様に対して誠意がないってことになってしまいますので、その場合は1日に飾った方がいいとされております。 でで、えー、ですすのでもう飾っても大丈夫とということですねで、まあ、お正月の主な花材としましては、えー、今日入ってないものもございますがあの竹とか、えー、梅とか、えー、そして、えー、松、えー、そして柳類,柳類今日は、ね、この金柳といって金色に、えー、染めたある柳が入っておりますが、まあ、春一番に芽、ね、を出すとか、えー、ボケとか、えー、あと千両万両、えーまあ、千両箱とかね万両という言葉がいいですからそんなふうに使ったり今回は、ね、この天満 という南天、えー、は、まあ、白い花が咲くんですけれど白い花が咲いてだん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 赤い実になっていきますので、まあ、愛情が深まっていく高まっていくなんていうことで、えー、花言葉はね、えー、私の愛は増すばかりなんていう、えー、花言葉があります。であとはね難を転じて福となすっていうような意味もありますので、えー、よく使ったりしております。でえー、今回ね,あとねグズマニアちょっと ここに入ってグズマニアが入っているんですが、これもしかして一週,週,週目、3週目の人だけで次の週あ入るかどうかなんですが、えグズマニアの、ね、花言葉がいつまでも健康で幸せという花言葉でしたので、まあ、通常でしたアナナスカの植物ですし、お、まあ、正月の花には入れないんですけれど、え去年は、ねえー、私どもの方ではうんもりということでピンクッションで、んが2つあるので、ピンクッションをあの、えー、集めたんですけれど、今回は、 あグズマニアいいかなそして来年のラッキーカラーは赤とゴールドとシルバーということで私も今赤い服を着ておりますが、まあ、赤いグズマニアがいいかなと思って、えー、グズマニアが入っております。えー、入ってない方、えー、入ってない州の方はまた違う赤いお花が入っているかと思います。で、えー、まあこういったお花たちを使っていきたいと思います。でね、まだちょっと色々お,お正月の花は お正月の飾りについてとかございますがじゃあ年神様って言うんだけど年神様ってだ誰のことを言うのかなっていうふうに思ったんですけれど、えー、と日本はね農耕民族ですので農耕の神様とあとまあ先祖 えーの先祖と合わさったものを一応年神様と、えー、言っていると言われています。で年、まあ、神様降りてきてくださいという意味で、まあ、お花をね待つ、えー、とか、えー、そういった縁起のいいものを飾っていただき、えー、来年も良い年となるといいかなと思います。ではね作り方の方ご説明していきたいと思います。 ではね、お正月の花を楽しむということで、今回のこの画像の中に入っています植物についてご説明していきたいと思います。左の上からモンステラという大きい葉っぱ、あの器の根元を締めるために大きい葉っぱが入っております。で、えー 花瓶に行けましょうという題名ですが、吸、えー、水性スポンジにいけていたあのアレンジしていただいても OK です。で、難点の実、天実ですね。そして、百合の花なんですが、今回はシベリアという種類をご用意しまして、少し、ね、咲くのが遅いので、シベリアにいたしました。そして、ラナンキュラスが入っていて、スイートピーが入っております。そして、グズマニアが入っていて、ハボタンが入っていて、モカラオレンジ、そして、若松、えトルコキキョウ、えン 金の柳、えー、南天の葉っぱなどが入っております。こういった花材を使って、えー、アレンジアレンジというかいけていただこうと思います。アレンジメントするにはね、少し足元上の葉っぱが少ないかなと思うんですが、えー、ちょっと早くからスタートしておりますので、えー、花持ちがいいように花瓶用の花材となっております。 でえー、それぞれの使い方をこの後ご説明していきたいと思います。ですね、松の葉っぱのお掃除ということなんですがこの間にね少しあの枯れた葉っぱとか入っておりますのでこういったものを取っていただきます。では花瓶に対して器はどうなのということなんですがその場合このように器の大体2倍ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。で松を切り分けるということで花瓶の,あの中に入ってしまう部分の葉っぱは落としたいと思います。 でこちら、えー、実はね花瓶の高さの2倍にしたのがこの後ろに入っている短い方でもう少しちょっとうちは高くいけたいなと思いましたので、えー、もう少し、えー、長いものをご用意しましてでいつもですと、えー、前に短いものを持ってきてしがちなんですが高いものを入れましたらばその後ろに少し短いものを入れといていただいた方が奥行きが取れやすいかなと思います。 でえー、松を入れましてそして先ほど切り分けました松も、ねえー、少し入れていただきで、えー、この葉ボタンを、えー、根元にぐっと入れることによって器の口のところが少し、えー、とここにございますように器の口が少し狭められますので、えー、お花が、ね、止まりやすくなりますので葉ボタンはぐっと低く入れていただきますで、えー、その後お花たちを入れていいこうと思います。 この後えー、そうですねゆりを入れていこうと思っております。 はい、えー、ゆりの葉っぱをさばくってことなんですがゆりの葉っぱね全部取ってしまいますとお水をあげる力が少なくなってしまいますので6割方落としていただいて葉っっっぱ同士が重なってていいいるものを取っていただければと思いますで長さ的には、まあ、松を超えるほど長くするとひっくり返ってしまうかなと思いますのでお花がこれから咲きますので咲く空間を残し,て、えー、残した高さで持ってきていただければと思います。 でこのように次はグズマニアとか、ね、トルコキキョウを入れるってことなんですがトルコキキョウもまあユリが咲くであろうことを考えて少し低く入れてあります。でグズマニア、ここに入っておりますがちょっと後ほど実はちょっとこちらに移してしまいました。でグズマニアが入ってそしてランモカラが入っておりますで。そしてこちらの方にラナンキュラスが入っております。 で、ラナンキュラスを入れまして、少しね。この辺に松も入れまして形をとっております。で、南天の実と葉をこちら側はちょっと華やかに。えー お花たち、花物を入れまして難点が今回あの多かったので難点を左の方に少しまとめてみました。でやはり難点の実の近くには葉っぱがあった方がいいと思いますのでえこちらの方にえまとめて入れました。えそしてえスイートピーを入れておりますがあのスイートピーはそのえレッスンを受けた日によってなんですがお正月までちょっと難しいなっていう場合もあると思いますのでその時にはさっと抜いても大丈夫な位置にえ入れておいていただければと思います。 そして、えー、この器の器縁は葉っっぱで終わった方がいいいかなと思います。そして最後にね、えー、モンステラを入れようということなんですがモンステラの葉っぱが少しあの花瓶によっては大きいかなというところと、あとここが丸くなっているので。 この部分を切っていただくと器にフィットして、えー、入るかなというところで、えー、今作り場をしていただき、えー、この後ろの方にモンステラの葉っぱを入れております上を切っちゃうとね黒くなっちゃうので下の方を切っていただければと思いますで金柳なんですが、えー、このようにちょっとこう編んで編んであるというか編んで入れてあるんですがぐ、えー、るぐるぐるっとして丸くしていただいてもいいしかけていただいてもいいと思いますそして今回タコとか水引きが入っておりますので、えー、タコ 入れていただいたただり水引きなんですが、こちらは紙を糊で固めたもので作られておりますので、水についてしまいますと、えー、こうヘロヘロっとな、糊が取れてしまいますので、水がつかないところにかけていただいてもよろしいかなと思います。これね、グッズマニアちゃんですね、ここに入っております。かなりの早口ではございましたが、まあ、このようにして、えー、お花を入れていっていただければと思います。はいはい。 えー、そして、えー、ちょっとここに、えー、あるのですが、これまたちょっと壁に変えてしまったんですが、このような形であの咲いていくのを楽しみたいと思います。でお水の方なんですが、難、ま、点、あの、えー、っと天秤が少し短い部分もあったりしますので、えーまあ、天秤がちゃんとお水に浸かる長さで入れていただければと思います。そして、あちょっと汚くなったなと思いましたら、そこは取っていただいておいた方が、お花は持つんではないかなと思います。でえーまあ、水替えは、ね、このまさっと ちょっと抜いていただき、お水を変えていただいて、お渡ししました栄養剤を入れて楽しんでいただければと思います。でこのほか、き、まあ、今日ご説明したときはこのような器を使いました。このほか、ちょっとこれ生徒さん用のご説明なんであれなんですが、前に使いましたこのような四角い器があると思うんですが、こちらを、ね 2, 個えー、2個で1つにしていただいてもいいと思います。この器はねあの 着せ替えができる器で、まあ、白くて四角いので非常に使いやすくて、例えば、えー、こちらにちょっとこう隠しテロテープを先に貼ってしまったんですが、隠しテロテープのところにこの和紙をぐるっと、えー、貼っていただいて、この上を水引きで。 こんな風にちょっと祝えていてだくとお祝いの器になりますので、まあ、花の量が多いですから2つに分けていただき、まあ、この2つで飾っていただいてもいいですし別の場所に飾っていただいてもいいのかなと思います。 まあそんんなお家にある、ね、え器でで楽しいいただければと思いますで給水性スポンジでいけた場合にはボータースペースといってお水をためておく部分を少し多めにしておいていただくと待つって結構お水を吸うのとあとまあ乾燥してますのでお水が足せるようにしてあのいただければと思います。あとえゆりは えー、球根の花ですので、短くするとあの咲く速度が速くなりますので、えー。まあその辺も、えー、飾る日にちと、えー、いつまで持ってほしいなっていうことも考えながら、えー、長さを考えてデザインも考えていただければと思います。で、百合が開いてきますと中から花粉が出てきますので、花粉も取っていただいて、えー、綺麗な状態で楽しんでいただけたらと思います。 では、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー。楽しいお正月をお過ごしいただければと思います。ではまた2024年も、えー、お花を楽しんでいきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、引き続きチャンネル登録とあのいいねボタンを押していただけるとありがたいです。では良いお年を。